堺雅人、49、主演の TBS 系日曜劇場、ビバン、日曜後90の公式 X、旧 Twitter が6日までに更新。次回、第9話の予告がアップされた。自衛隊の影の諜報部隊、別班の乃木、堺雅人は、仲間を裏切ってまで、テロ組織、テントのアジトに潜入。3日放送の第8話では、乃木がテントのリーダーで乃木の父、ノゴーンベキ、役所広司、や、幹部の残る、二宮和也に、実力を認められ始め、テントの収入源や経費などの内部情報を、得ることに成功するところまでが書かれた。第9話の予告では、映像中に、ついに明かされる壮絶な過去、というテロップが流れ、乃木とベキが生き別れとなった詳細が判明すると思われる。また、ベキが乃木に向かって、我らを欺き、別班としてここに来た。と怒りを込めた表情を見せると、残るも乃木に、殺す。と一言、ベキが竿から刀を抜き、捕まった乃木を切ろうとすると、乃木が、私は、と言ったところで予告は終了していた。この動画に視聴者、は、次回も楽しみです。すべてにおいて壮大すぎる。毎回だけど情報量多すぎて放心状態。なんかモヤモヤ気分だけど、乃木さんは必死にテントの情報を収集してるから。きっと大丈夫、次から次へと想像をはるかに超える展開に、といったコメントがついていた。なお、TBS では10日、午後7時から2時間半にわたり、日曜劇場ビバン堺雅人&阿部寛&二宮豪華出演者が総出演。緊急生放送150分 SP を生放送。終了後は、ビバン第9話を79分スペシャルで放送する、午後9時30分から午後10時49分。